見慣れた景色ともお別れですね。最後、バイバーイ。はい、今日は11月10日、にゃちゃんにお引っ越ししたいと思います。最後、バイバーイ。見慣れた景色ともお別れですね。しばらくはこの車とバイクの多さともね、お別れですね。はい、空港着きました。まだね、マスクは着用しなきゃいけないんですけど、かなりね、人で賑わっていて、通常ぐらいというか、通常より多いんじゃないかってぐらいね、平日の昼間なのに人がいっぱいいますね。空港の中ですね。結構ね、人いっぱいいますね。はい、飲食エリアのね、方にちょっと渡っていきたいと思います。めっちゃね、車いっぱいいる。まあでも熱気みたいなのはないですね。そこまでめちゃめちゃ混雑してるって感じじゃないかな。車多いけど人はそこまで多くないかと思うね。やばい、やばい、やばい、やばい。釣りたがりがいっぱいいましたね。ハイランズコーヒーとかでもね、まあまあ人がいるって感じ。でもやっぱり普段に比べるとかなり人少ないかな。ここら辺とかもね、ちらほら人がいるくらいですね。スターバックスもね、空きが目立ちますね。こことか普段だと満席で座れないくらい多いんですが、かなりね、ガラガラって感じですね。マクドナルドの方もかなり空いてるみたいですね。人少ない。マックね、食べていこうと思います。今日でマックもさようなら。バーガーをカスタマイズしようかな。ピクルス、ピクルス何個までいいんだ。おお、5個まで入れれますね。空港来たらいつもマック食べて乗ります。にゃちゃんにはマックないから今日で食べ納めですね。足りなかったのでナゲットを20ピース追加しました。おいしい。ソースも取り放題。チェックインしてね、今から搭乗口の方向かってるんですけど、最初に入った感じだったら結構ね、人少なめかなと思ったんですが、やっぱりね、奥の方行くとかなりね、人いて、まあね、割と賑わってるかなといった感じですね。こんな感じ。結構ね、こんな感じで行列ができてますね。行ってきます。
Your train tables, footrest, personal monitor, and fastened like this. It is tightened by pulling the strap and unfastened.遅いからね、もう誰もいません。もう私の荷物が来た。えい、ゲット。田舎の空港って感じですね。はい、空港のね、中ちょっとだけ撮ります。こんな感じですね。まあちっちゃめ、ちょっとだけお土産ショップがあったりとか、まあ飲食するね、お店があったりとかって感じですね。ちっちゃいけど割と綺麗な空港っていう感じかな。人はね、やっぱりね、結構ね、少ないですね。エアポートバスがね、出てるみたいなので、これでニャチャン市内まで行きたいと思います。バス乗りました。クーラーね、すごい効いてて綺麗なバスなんですけど、運賃が6万ドンで、荷物3万ドンで、9万ドンでした。グラブタクシー調べたらね、50万ドンだったんで、かなりね、バスだと激安で、ニャチャン市内まで行ってますね。じゃあ空港からニャチャン市内に向かいます。出発。今ね、お家のオーナーさんと契約が終わりました。お部屋からのね、夜景こんな感じでめちゃめちゃ綺麗です。今はね、夜なんで見えないんですけど、すぐね、そこに海が広がっていて、海もね、見える、とってもいい部屋です。なので次からは早速ルームツアーの動画上げたいと思います。ということで、ニャチャン編の動画も楽しみだな、ニャチャンの様子もっと見たいなと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、バイバーイ。